演舞開演。どうも、本日はこちらファミリーマートのブラジル産コーヒー豆使用ティラミスパフェを食べたいと思います。ティラミスは結構いろいろ出てますけど、ブラジル産コーヒーっていうのが気になりますね。ブラジルはコーヒー豆のイメージは確かにありますけど、どんな感じなんだろう、どういう風に違うんだろう。おー、見た目は普通のティラミスですね。でもパフェなので容量は結構あります。というわけで大人の味が楽しめるんでしょうね。ではおっと、この上の方に持っている何かを楽しみつついただきます。かなり苦味が強い大人向けの味でしたね。それが上の方にあるチーズクリームやホイップクリームとうまく合わさっていました。コーヒーゼリーの苦味が口中にうまく広がって、上の方にあるスポンジケーキの食感もほんのりいいアクセントになっていて、とっても美味しかったです。あとはココアとチーズはもうちょっと強かってもよかったかなとも思えましたので、ちょっと引いてこちらの点数とさせていただきました。それでは立春の王様決めるぞ、花たちの、いや花たちの競ってどうするんですか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。